佐渡の太鼓芸能集団鼓童で最大の目玉となる大太鼓。たった一人で叩き続け、体力気力が求められる大役に42年の歴史で初めて女性が選ばれました。男性がつないできた歴史に足を踏み入れる重圧、そして避けられない力や体格的な差、女性初という言葉に込められた意味に迫りました。美しく伸びる白い腕から放たれた一打。新たな歴史が刻まれた瞬間でした。佐渡を拠点に活動する太鼓芸能集団鼓童。太鼓や笛などの伝統的な楽器を奏で、これまで世界中の観客を魅了してきました。その中でも最大の目玉となるのが大太鼓です。鍛え上げられた体を使っておよそ10分間一人で叩き続けます。まさにステータスともいえる大太鼓の舞台ですが、歴代の奏者は全員男性でした。しかし去年10月、今回水木大太鼓を打ってもらうんですけど、これはもう演出するってなった時点から僕はこうしようと。大太鼓の奏者に初めて女性が選ばれたのです。米山瑞希さん29歳。私はすごい太鼓が好きなので、なんかでもドキドキワクワクもしながらめっちゃ不安ですけど。東京出身の瑞希さん、2歳から太鼓を始め、18歳の時に佐渡の鼓童へやってきました。演出担当の良太郎さんは太鼓に向かう姿勢に魅力を感じ、水木さんを指名しました。平気で5時間とか6時間同じ体勢でずっと太鼓叩いてるんですよね。もう僕は太鼓サイボーグだと思ってます。もう鼓童は1981年に創設し、現在メンバーは男性26人、女性10人。女性がステージ中央で叩くことも当たり前の光景ですが、創設した当初は女性が舞台上で太鼓を叩けないこともあったといいます。創立メンバーの藤本陽子さんです。男の世界だったんで、女性っていうのはこう刺身の妻みたいな、そういう使われ方をどうしてもしちゃうわけですよね。でもそのだからって男性たちが意識的にその女性を差別の対象にしているとか、そういうのはなかった。無意識。それに対してもっとこの自分の花を開かせたいっていうね、そういうな渇望っていうかな、そういうのはあったんじゃないかなって思います。鼓童で女性だけの演目ができたのは設立してから11年後。そして42年が経った今年、ようやく花形である大太鼓奏者に女性が選ばれたのです。しかしそれは単なる結果に過ぎないとメンバーは言います。女性に打たせようという動機じゃなくて、水木っていう存在が社会一般的に見れば女性だから、そこに何か意味がこうくっついてくるものであって、女性だからこうとか、なんか女性が初めてとか、なんかもうその考え自体ちょっと古いかなと思ってるので。水木さんの才能そのものが性別という枠組みを超えたのです。しかし一方で避けられないハンデも。私手ちっちゃいんですよね手ちっちゃいのに、あの大きくて太いバチ持って、太いバチを小さな手で必死に握りしめます。筋肉痛とか言ってらんないんで、もう毎日叩いて筋肉をぶっ壊していくみたいな、鳴らしていくみたいな。
歴代の男性奏者のような筋力に追いつくために、全体稽古が終わってから追加で3時間毎日個人練習を行いました。そんな一生懸命さが裏目に出てしまったのでしょうか。体に異変が。本当に立てなくて、でずっと入院中はその点滴とかやってずっと寝てたんですけど。公演の1ヶ月前に突然襲った腹痛と40度の高熱。太鼓の練習どころか立ち上がることもできず、1週間入院を余儀なくされました。原因の一つとして考えられたのはストレス。なんかもちろんこう第一歩だし、女性としても変えるんですけど、変える気持ちではいるんですけど、なんかでもちょっと苦しいなって思う時とか、本当に私でいいのかなとか、なんか好きだけど、好きな太鼓だし、好きだからこそなんか苦しいみたいな。大好きな太鼓なのに、今まで憧れていた歴史に追いつけないもどかしさに一人苦しんでいました。そんな水木さんを気にかけるメンバーが。お太鼓やるのはすごい大変だと思うけど、まあ手とかも今なんか浦石小松さんか知らないけど、なんかもうちょっと水木っぽい感じが出るといいなとは思うんで、なんかいい意味であんまり既存の手をなぞりすぎなくても、その重圧に耐えられる経験値とパワーを持っているっていうところが まず一つあって、まあ、彼女の太鼓には人を寄せつけるなんか力があると思っていて。あるものを追いかけなくていい、水木らしく打てばいい、そんなヒントをもらった気がしました。迎えた本番当日。自分の太鼓は鏡なんで、自分が映るあれなんで、そういう意味でこう感謝の気持ちを込めてやります。今の私はどう映っている？その答えが出る時が来ました。その子にはその子の良さがあるんで、自分らしく自分のままでいいんだなっていう感じを大太鼓打ってて結構感じましたね。これまでの苦しみをぶつけるかのように思いを込めて叩いた10分間。水木さんならではの太鼓の音色に会場が大きな拍手で応えます。全身に振動が来るような感じで、魂を揺さぶられるっていうか、感動しましたね。鳥肌も立ったし、人打ちはもう体通して感じる、もうエネルギーとか全てが。
大太鼓終わってあのセットやったりしてて、やっぱりお客さんの拍手がとても心に染みて、なんか私も自分の太鼓でお客さんにこう元気を与えるんですけど、なんかむしろすごい元気をもらったっていうか、頑張れみたいな、一人じゃないんだなっていう、演奏者もみんなそうですけど、なんかでも新しい鼓動としてのこうなんか新たな1ページが残せたら嬉しいなって思ってます。女性初という言葉に込められた希望や重圧、その意味に翻弄された時もあったけど、鼓動の新たな歴史を作ったのは自分らしさを握りしめた強く美しい女性でした。